吐きそう。吐きそう。9月22日か。よっしゃい、来い。はい、おはようございます。ゆずチャンネルです。ご視聴ありがとうございます。今日は9月22日、日曜ですね。今6時過ぎですね。ここは山下公園です。ちょっと体調いまいちなんですが、なんとかやってみたいと思います。あっか。一本目落ちたよ。風邪気味なんですよね。体調がちょっといまいちなんですけど、行かんわけにはいかない。スケスケだね。スケスケだね。まあ、人間なんかどうでもいい。ないちね、まあ、そこ今不思議しかったなんかギラ言うたね風邪強いっていう方だったら割にはそうでもないな。さっき一瞬ね、かかったんだよな。こっちで向こう側でギラッと光ったんだよね。あの、ウロコースが、リンが。入ってねえんだ。冷たい、膝濡れる。いいだ。あれバカ、あれは赤いよな。
あ、釣れた。何か来た。チビクロダイがいいのか。あ、キビレさんだ。よいしょ。はい、チビレさん。はい。あだよ。確かに全部泳いでたわ。ほら、またチビだよ。あ、やべ、飲まれる。どこ？さあ、きれいな感じ。ちょっと広がすぎないとな。まあ、またエイがいるよ。エイは小さくないぞ、これ。エイはいらない。結構、釣り人が書いてある。関係ねえんだな。うん。まあ、注意する人がいなきゃな。もう落ちてなるよね。自分なんて6年生ねんだから。あれチビがすごいな。チビだけにチビチビチビ。ハドくんおばきよ。ハドくん。ハドくん、はいはい。すごいね。すげえな。歯も使わせない気か。まあいいよね。でもまあ。なんかちっちゃいのは来そうだもんだけどな。うん、あ、おお、え、マジで？なんでこうなん？え、ちょ待って、理解が追いつかん。なぜかおっさんがヘチで山下公園で白ギソを釣りました。でっかい、結構十何センチあるね。飲み込まれてます。飲み込まれたけど、いや、すげえ。マジっすか。白木スカイはマジかよ。やるな。さすが大正グリーを釣るのに長けた女。そうだね。何か知らないけど。うん。うね、はい。待ってね。はい。来た。どっから群れるな。うん。死にがしやろう。うん。切ってしてたで。切ってやるしかない。切ったのはいいよ。いや、まさかこんなの全然あれかと思って。
俺ちびクロダイル出たなと思ったらまさかのやんなおめやんなそういうことじゃないですか。そうね、いるよ。